人類の皆様、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。僕トラえもんです。本日は R7 ランクの指輪とイヤリングの入手法について、大事な大事な身銭を切って検証していきたいと思います。人と差をつけるなら入手するべきアイテムとなります。ということで早速参りましょう。まずは R7 の指輪とイヤリングとは何か。この右下2つのスロットに入る装備品のことですね。まず指輪については、族長からの小ギフト、これはこれまで進めている中で皆さんお持ちかと思います。そしてここのイヤリングですね、これは普通にしていると手に入りません。ということで、この指輪とイヤリング、 R7 ランクのものがどこで手に入るのか、まずそこからですね。そちらはこの上の宝探し、はい、ここでしか手に入りません。で、この左下の2つ、鬼物秘宝と金運秘宝、この2つの宝探しが指輪とイヤリングに関するものになります。その中でもまずはこれ、鬼物秘宝、このガチャから始める必要があります。それはなぜか、報酬一覧を見てみましょう。はい、この通り、まずこの鬼物秘宝でこの R7 ランクの指輪と R7 ランクのイヤリングが手に入る仕様になっています。まずここで指輪とイヤリングを入手して、その後この金運秘宝ですね、これ報酬一覧見ていきましょう。ここで手に入るのはこの月光解霊、いわゆる指輪 R7 を合成によって強化するアイテムとなります。そしてもう一つがこちら、月光寒霊ですかね、こちらもイヤリングを強化するアイテムになります。ということで、トラえもん、この指輪そしてイヤリングをゲットするために、これまで大事に貯めて使ってこなかった桜ダイヤ6000ダイヤを利用してこのガチャを引いていこうと思います。の前に大事なポイントがあります。この指輪とイヤリングはガチャの排出率が 1.5% なんですが、この上側の全域幸運値、これ今マックスでメラメラとしてますよね。この時に必ずやってください。この状態の時に、先ほどの指輪イヤリングなどのいわゆるアルティメットレアアイテムの排出率が 500% プラスとなります。つまり 1.5% プラスそれの 500% となりますので、この状態の時に引けば排出率は 9% になるんです。で、この全域幸運値、サーバー内の誰かがアルティメットレアアイテムを引くとまたゼロカウントになります。ということで、必ずこの全域幸運値マックスの時に引くというのはお約束です。ではトラえもん、桜ダイヤ6000、早速いきます。10回で500ダイヤとなりますので12回引けますね。ということで1回目、はい、出ませんね。まあ確率 9% ですから、まあ十数回は引かないといけません。2回目、あ、出ません。3回目、はい、出ません。4回目、出ません。5回目はどうか、出ない。6回目、出ない。7回目、出ない。8回目、出ない。9回目、出ない。あと3回しかない。10回目、出ない。11回目、次ラスト、うおー、出ました。いやー、出た、指輪が出ました。 R7 の指輪ゲットしました。おー、ギリギリなんとか。いやー、これは嬉しい、ありがとうございます。これまで大事に貯めてきた桜ダイヤ、なんとか願いを叶えることができました。はい、ということで R7 ランクの指輪を獲得いたしました。あとは、臨時倉庫に獲得した他のアイテムが溜まってますので、これを全部抽出をします。あとで出てきますが、合成に必要なレアアイテムもしっかりと溜まっているかと思います。はい、これも魂石ですね、やりました。これは装備ですね、ランダム R7 でしょう。はい、
抽出して、これ最後指輪です。ようやく指輪を抽出してきます。戦力3万7000アップしました。やりました。いやー嬉しいです。本当に幸運でした。で、あとは宝探しの回数によって得られるアイテムがあります。それをもらっておきます。1つ目2つ目、はい、これはランクですね。キャラクターのランクを上げるときに必要なアイテムです。そしてこれはレアですね。真相の強化アイテムです。これはここでしか出てませんね。はい、ということで、あとは余談になりますが、先ほどの宝探しをたくさんやったことによって、ここモールの、金貨が溜まっています。で、ここでですね買えるんです。先ほどの月光海嶺と、あとは月光寒嶺ですね。もう一方のガチャのアルティメットレアアイテムになりますが、まあ仮に先ほどのガチャで沼ったとしても、ここでポイントで買うことができます。ですので必ず指輪とイヤリングを先にゲットするためにガチャを引きましょう。次は先ほどゲットした指輪を一式にします。この栄光装飾というところです。で、合成に必要なアイテムはこの左側の仮面ですね。さっきのガチャで手に入りました。で、石も魂石も入れておきましょう。はい、で、ここからです。この指輪どうやって合成していくのか、ここがかなりハードです。実はもう一個指輪が必要になるんです。指輪を2つゲットして初めて赤ランクにできます。この通りイヤリングも同じですね。2個ゲットしなければいけません。かなりハードルが高い。そしてここから R9 にするには、 R7 の指輪とこの先ほどの月光海嶺、イヤリングも R7 赤と月光寒嶺が必要になりますので、こっから育成するにはかなりハードルが高いということになります。はい、ということで本日は以上です。 R7 ランクの指輪とイヤリングの入手法についてご説明しました。また強化法についてもご説明しましたが、まあかなりハードルが高いというところで、課金が尽きるとこまで行こうとすると必要になってしまいますね。というのが指輪とイヤリングでした。ただし他の人と差をつけるには持っておきたいアイテム、ぜひヒカキンの方、ビカキンの方も宝箱の鍵がたまったらチャレンジをしてみてください。一つあるだけでも戦力は爆上がりしますので。ということで、またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。